ゼニマックスメディアゼニマックスオンラインスタジオゼニマックスオンラインスタジオとはマグの開発を専門に扱うゼニマックスメディアの子会社。この企業はザエルダースクロールズオンラインを開発している。ゼニマックスオンラインスタジオには約250人の従業員がいる。ゼニマックスオンラインスタジオは2007年にマグのデザイナーでかつミシックエンターテイメントで11年間。 働いていたベテランマットフィアによって結成された。企業はマグの制作に特化して発足した。2007年、ゼニマックスオンラインスタジオはヘロエンギネの使用に関してシンアトラーニックスとのパートナーシップを公表した。2008年6月、ゼニマックスオンラインスタジオはメリーランド州ハントバレーにある現在のオフィスに移転した。2010年3月15日、 ゼニマックスオンラインスタジオは未発表のリリース予定がある多人数参加型ゲームの粒子の効果を作るためにホークパーティクル SDK を使うとアナウンスした。2011年3月15日、ゼニマックスオンラインスタジオはアイルランドのゴールウェイにカスタマーサポートセンターをオープンする計画があるとアナウンスした。企業の新しい設備は今後のマグプレイヤーへのサポートを行う。 この設備は、その後数年にわたって、何百もの仕事を生み出すと期待されている。2011年8月8日、ゼニマックスオンラインスタジオは、ビジネスインテリジェンスのプラットフォームにスベックスプランクを選定した。2012年3月6日、ゼニマックスオンラインスタジオは、エラスティックパスソフトウェアトライセンスの契約を結んだ。2012年5月3日、 ゲーイミンフォーマーマガジンオンラインはゼニマックススタジオのまだ明かされていない開発中の MMO はザエルダースクロールズ V スカイリムの出来事の前のミレニアム前後の時代のザエルダースクロールズの世界で起きるとアナウンスした。ありがとうございます。